皆さんこんにちは、Pレジェンド大林です。以前ですね、出しました、私が取り組んでいる減量法リーンゲインズの、動画に関しましてですね、皆さんからコメントをいただきまして本当にありがとうございます。いただいたご質問にお答えをしたいなと思ってこの動画を撮っています。で、今回はですね、リーンゲインズ、プチ断食をしていくわけなんですけども、その断食をしている16時間の間にプロテインを飲んでもいいんですか、 BCAA は EAA はどうなんですかっていうご質問をですね、いくつかいただいてましたので、それについてお答えをしたいなと思います。これに関しても私の個人的な見解ですので、ひょっとしたらですね、考案者の方とはこう違った見解が出てくるかもわからないんですけども、一つの参考にしていただけるとありがたいです。ではですね、結論から申し上げておきますと、別に取っていただいて大丈夫です。まあ、なんで大丈夫なのかっていうところなんですけども、まあ、これちょっとネガティブな内容になっちゃうかもしれないんですけど、残念なことにですね、16時間の断食そのものに減量効果は実はありません。断食したから痩せる、脂肪が燃えるっていうわけではないんですね。しっかり消費カロリーが摂取カロリーを上回るように食事をコントロールする、運動をコントロールするから痩せていくわけなんですね。で、その断食とその8時間以内の食事っていうのは、食事のコントロールをやりやすくするためのただの手段に過ぎないんですね。考案者の方がリーンゲインズを考案した当時、本当に最初の頃はですね、こう断食をすることで体がより脂肪を、体脂肪をエネルギーに変えやすくなるっていうふうに考えられた時期もあったんですけど、最近はですね、当初考案者の方が考えていたほど、その断食そのものによる体脂肪の燃焼効果ってないっていうふうに言われつつあります。で、私も自分でリーンゲインズの減量をしてますし、で、逆にですね、こう1日小分けにして食事をとるようなやり方っていうのも何度も試したことあるんですね。その減量の進み具合を比べてみても特に大差はないです、絞れ方自体にですね。断食をするかしないかっていうよりも、1日の摂取カロリー、タンパク質、炭水化物、脂質のバランスっていうところが大事になってくるので、その断食の期間中にちょっとこう食事を取ってしまったとか、お腹が空いてねプロテイン飲んじゃったとか、断食中にトレーニングするんでトレーニングの強度を保つために BCAA とか EAA どうしても飲みたいよっていう時は取っていただいて全然構わないです。それぐらいのね、食事を取ったからといってで、リーンゲインズの効果がなくなってしまう、台無しになってしまうなんてことはないので、安心していただいてですね、もうちょっとこう自由に考えていただいて、まあ、基本的には16時間断食をする、で、残りの8時間で食事をとるんだけども、断食中にトレーニングをする場合は、まあ、BCAA や EAA を取っていただいてもいいですし、どうしてもお腹が空いて何かこう口に入れたくなってしまった時はプロテイン飲んでいただいても構わないです。ただですね、当然食べ過ぎたら太ってしまうので、そこのコントロールだけはしっかり忘れないようにしていただければなと思います。では今回はですね、断食の期間中にプロテイン飲んでいいのか、 BCAA、EAA は取っていいのかどうかという質問にお答えをさせていただきました。他にもですね、何かこうご不明な点とか、こういうことについて知りたいよということがありましたら、ぜひぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。